ラカンは、大分県中津市本屋場町にある、総東州の寺院である。三号は、義社窟山。本尊は、釈迦如来。日本国内のラカンの総本山である。ラカン山の中原に位置する。岸壁に、無数の洞窟があり、山門も本堂もその中に埋め込まれるように、建築されている。洞窟の中に3700体以上の石仏が安置されており、 中でも室ツの五百羅漢は五百羅漢としては日本最古のものである。室ツの釈迦三尊像、五百羅漢像などの石仏群は2014年8月21日に国の重要文化財に指定された。伝承では大化元年、報道千人の創建というが伝説の域を出ない。沿元二年ないし略王元年、沿岸昇格が 当地に十六羅漢を祀ったのが実質的な解散である。この時の寺は、元羅漢寺の対岸の岩山にある、古羅漢と呼ばれる場所にあったと推定されている。延元四年には中国から逆流立順という僧が大寺し、沿岸昇格と共にわずか一年で五百羅漢像を造立したという。寺は、当初臨在州であったが、慶長五年鉄村玄は、族のもとに鳥が、 ライてラしてから、相当州となった。1943年の火災で本堂を消失し、現本堂は1969年の再建である。ありがとうございます。